ウクレスは、スペインカスティー・リャラマンチャ州クエンカ県のムニシピオ。ウクレスの語源は明らかでない。一部の歴史家たちは、ケルトの一部族オルカデスが移り住んで村を作り、その名を出身の町ホークリカムにちなんで名付けたとする。その後ウルセラやウルセサに派生したことが効果で確認されている。アラブ人支配時代は、ウクリスと呼ばれていた。ローマ時代以前から人が定住し、 アラブ人支配時代にはコラに属する重要な都市であった。城やモスク、温泉があった。さらに重要性が増すのは、レコンキスタの進行によって、キリスト教軍のものとなり、サンティアゴ騎士団の本拠地となってからである。伝承によると1091年、カスティーリアをアルフォンソロクセイは、贈り物として、ウクレスを獲得し、6人いる妻の一人、サイダ王女と移り住んだ。 キリスト教に改修してイサベルと名乗ったサイーダは、この地で、サンチョアルフォンセス王子を生んだ。実際のところ、サイダはムラービト町によって、大主の座を追われたアルムダビトが、アルフォンソ6世に協力を求めたため差し出された、人質であり、コルドバのアミールであった先府との間に子供も、儲けていた。1108年に起きた、ウクレスの戦いでは3000人ものキリスト教との、 騎士たちが死に、その中には、アルフォンソ6世の唯一の男子、サンチョアルフォンセスがいた。1163年、アルフォンソ8世は、ウクレスをセ、聖イハネ騎士団へ授けた。1174年、アルフォンソ8世は、ウクレスを、サンティアゴ騎士団へ授けた。ウクレスは、カパート・オーデニスと呼ばれる本部が置かれた。この譲渡と、並行して、 貴族の指定を教育する場所が設けられた。1179年、騎士団長ペドロ・フェルナンデス島王は、ウクレスへの植民を進めた。1493年、最後の騎士団長、アロンソ・デカルデナスが死去すると、カトリック両王は、騎士団の管理権を渡すようローマ教皇へ請願した。百九十四年から五百十六年まで、フェルナンド二世が騎士団管理者となり、 1516年からカルロス一世が騎士団を王権のもとに統合した。1492年にグラナダが陥落しイスラム教徒がイベリア半島から駆逐されたことで国土の奪還という騎士団の使命は終わり、ウクレスは長い衰退の時代に入った。1528年、現在もあるウクレス修道院の建設が始まった。1548年、古い城の上に 現在もある修道院食堂が建てられていた。1567年、フェリーペ2世の命令により、古い防衛設備が壊され、アルバラーナの塔への武器供給が行われた。教会の工事は1602年まで続けられた。1809年1月13日、スペイン軍とナポレオン軍が、ウクレスで戦った。勝者となったフランス軍は戦闘後、町全体と修道院を略奪した。 籠を抱えた修道士たちは物洗いの種にされ町の精肉店で男たちの首が切られた。300人の女性たちは性的暴行を加えられ彼女たちの絶叫は町の教会の中でそうするように沈黙させられてしまったのである。自治体主張はカスティーリャラマンチャ社会党のアンヘルガルシーア・ロドリゲスで自治体表議員はカスティーリャラマンチャ社会党4 カスティー・ラマンチャ国民党一となっているウクレスはタランコン司法官かつに属す。ウクレスの歴史的遺産は近郊に建設予定の風力発電所によって脅かされている。数世紀にわたって保たれてきた景観と環境が高さ121メートルある14基の風車の設置で破壊され、ローマ都市セゴブリガへ向かう途上で注目を集めるだろう。 ありがとうございます。